こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日のテーマはゲーミングヘッドホンです。こちらね、これね、私がゲーム実況チャンネル始めてるんですけども、会社名がブレックストーンさん、会社名っていうかブランド名かな、会社名かブレックストーンさんから提供いただいたんですね。で、これを使ってみて、もしよかったら宣伝してもらえませんかっていうことだったので、ちょっとねテストでもうすでに使ってるんですけども、よかったんでこれ紹介したいと思います。内容がですね、ゲーミングヘッドホンっていうことで、ゲームするとき主に使うヘッドホンになります。で、中身はもう出してるんですけど、これですね、こんな感じになります。カラーが黒とグレーとあって、これはね、おそらくグレーですね。箱の方にシールが貼ってあって、ここグレーって書いてます。まあね、黒とグレーは向こうの方がね、勝手に選んで送ってきたんですけども、私はどっちでもよかったんで、グレーになってます。で、こんな感じで装着して使うんですけども、特徴がめっちゃ思ったんが軽いんですよね。この商品の、ね、特徴を読むと、まず一番最初に 269g です。私ね、前使ってたやつ、これのやつね、これもね動画でレビューしたフライングタイガーのやつで可愛くていいんですけども、それに比べても見た目はね、めっちゃがっしりして見えるのに軽いっていうのが特徴です。で、次の特徴が広々とした耳のデザイン、軽量な通気性のナイロン生地、50ミリのルビジウム、なんとかかんとか、ちょっと箱のね、日本語がね、怪しいんで、公式サイトの方も見ます。外国の製品ってそういうのありますよね。特徴がね、これスピーカーは50ミリ、磁気ネオジムドライバーがスピーカーユニットの感度を高め、優れた感度で音を拾ってノイズを除去し、高品質の通信送信してゲーム中にメッセージをきちんと送受信できます。でね、これサバイバルゲームとかシューティング系が好きな人は、なんていうのかな、あれみたいな、フォートナイトとかそういうやつの時ね、飛んでる弾丸の音とか人の足音がめっちゃリアルに聞こえました。やってみたんですけど、すごいね、その場にいるような臨場感があって、私でもね、フォートナイトってめっちゃ苦手やから、本ちゃんやったら秒で死ぬんですけど、くっきりした音が聞こえるっていうのが結構特徴でした。で、マイクはこれね、19センチの超ロングマイク、ヘッドホンとマイク独自の迷彩デザイン、迷彩デザインを採用し、ゲーマー向けに目を引くカスタムメイド、あらゆる年齢のゲーマーに合わせて調節可能なヘッドバンド。迷彩デザイン、どっかに迷彩柄入ってんのかな。迷彩の柄っていうのはないっぽいです。よくあるね、自衛隊の服みたいなやつ。これ何のことかよくわかんないけど、なんかゲーマー向けっていうことが書いてありました。で、マイクはこういう風に上にね、やって置くこともできます。それからこのね、イヤーマフですね、耳全体をカバーするようなこういうね、ふわふわのところ、これがね、前の時はやっぱりね、痛かったんですよ。私の耳がちょっと横にこう寝てるというか立ってる耳なので、こう圧迫されて、ここがね、外耳のところ、耳たぶが痛くなってたんですけど、それがね、全然なくて、ここにね、すっぽりね、こう出っ張ってるところが包まれてる感じで、これね、やっぱり軽さもあってすごいね、使いやすかったです。で、ケーブルの方は、ノーマルこんな感じなんですけれども、この状態でいろんな機器につなげられるんですね。スマホですね、こういう 3.5 ミリのジャックついてるスマホやったらそのままいけて、あと XBOX1、 PlayStation4、 NintendoSwitch に使えます。あとはね、このアダプターね、ちょっと後で写真出そうかな。こういうやつ使ったら iPhone にもね、つなげられます。そしてもう一個ね、ケーブルね、パソコンでつなぐ場合は別のこういうね、今ちょっとこれはね、まだ使ってなかったんですけど、こういうマイクとヘッドホン別々になったケーブルがついていて、これをここに接続することで90センチ伸びる形になります。で、元々の長さは
これはね120センチっていう記載があるんですけど、なんかね、どうも測ったら110しかないような気がする。私はなんかその辺ねちょっと適当なんかもしれないけど、まあそんぐらいの長さということです。まあ2メートルぐらいになるっていうことですよね。はい、なんかこれね、あの今リモートワークとかね増えてるから、自分で音声聞きながらチャットとかゲーム以外にも使い方いっぱいあると思うんですね。なんせこのね軽さが気に入った。私は前使ってたヘッドホン以外にも昔ねテレビ見る用とかにねヘッドホン買ってたりしたんですけど、なんせそれね重いっていうのと耳のところの感じがふわふわでしっかりしたやつ選んでたんですけど、どうもねそのここのねパッドの部分の劣化が早くてすぐにボロボロになったっていうのがあるんですけど、これはね結構しっかりしてそう、うん、ここの生地もねなんか生地っていうのかな、分厚めになってるんでこれ長持ちしそうかなって思いました。デザインはこんな感じね、こんな見た目で上に LR って書いてて、頭の上にもクッションがついてます。こっちも横から見るとこうね、モデル名の G800 っていうのが書いてあります。サイズなんですけど、サイズねこういう風にここでねカチャカチャカチャって簡単にあのサイズ調節ができるようになります。これで引っ張ってもいけますね。私は一番短くしててちょうどいいかな、うん、一番短くて私はいいですね。はい、こんな感じで使ってます。マイクの方はねあの実際私ゲームも最近始めたばっかりで、一緒にねオンラインゲームするような友達もねあのいい日ので、あの相手に声がどうかっていうのはね私はまだわからないんですけど、ここにねマイク機能もちゃんとセットされてます。でこれ使ってねもう一個良かったことは、あの前のやつがカラフルでグリーン色、エメラルドグリーンみたいなのが使ってたんですけど、グリーンバックで黒巻き処理で撮影したらそのヘッドホンが緑のところが消えるっていう現象になってたんですね。これはね全然ならないから、まあそれはカラーリングだけの問題ですけど、やっぱ黒とかグレーってかっこいいなって思いました。 Amazon のリンクを下に貼っとくので、よかったらチェックしてみてください。この後ろにねちょっとゲームしている様子ねちらっと載せたいと思います。はい、さっきねこのヘッドセットの紹介したんですけども、私値段言ってなかったけど2890円ぐらいですね、 Amazon で。うん、だから入門編としてお手頃かなと思います。ではですね、今日ね紹介したいゲームあって、テストついでにやっていこうと思うんですけども、これフォールガイズっていうゲームになります。なんかね世界的にすごい人気で、8月の4日にプレイステーション4版がリリースされたそうなんですけども、140万ダウンロードかなんかどっかの記事で見たんですよ。でさっきねその記事探したらねなかったから、ちょっと嘘の情報やったらすいません。でもねめっちゃ人気になってるみたいです。ツイッターフォロワーとかはね100万人以上いるみたいで、これねミニゲームなんですけど、まあ、とりあえずちょっと進めていきましょうか。うん、まあ、60人対戦型の単純明快ななんかミニゲームなんですね。で子供でもできるし大人でもできるし、もちろん言語関わらずできるので誰でもとっつきやすいという面があって、難しい攻略法とかね、まあ攻略法はあるんですけど、やってみた感じね、まあ根性でなんとかなる部分もあったから、世界的にねなんかブームになりそう。例えばテトリスとかぷよぷよ、まあ、ぷよぷよもテトリスも似たようなもんか、そんなんね、単純明快で楽しいじゃないですか、誰がやってもそういう系のゲームですね。オイリー言語っていうのかな、日本語とパソコン版でね、名前が違うというか、私がやってるパソコン版は日本語化まだされてないんですね。で日本のゲーム名はぐるぐるファイトだったかな。はい、チャンス最前列ですね。はい、最前列で、あーもうこけたらね、これこけた時点で結構ロスなんで、極力こけないように行こう。どこおるどこおる、あったあったあった、飛ばされた。はい、あったあったあった、これになると最悪。あー
奇跡的にね向こうに飛ばしてくれました。なんつーラッキーな。はい、これはね真ん中はそんなにこけたけど、頑張れ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 、あったあった。ここでもえらいロス。はい、でこれは真ん中行ってもいいかもしれないけど、こっちに行くのがいいと私は思ってます。で、あったあったあった、今ラッキーやったな。そして一回やり過ごしの、あれですよね、あれに引っかかったらまずい。はい、もう飛び込め。で、いけるかな、何人やろ、18、19、20、24、25、はい、クリアできた。ギリギリ、2回ぐらい落ちたのかな。あと3人、狼さん頑張れ頑張れ。なんか気持ち悪い、割れてる、ひび割れ子さん。あー、狼さんが、他のプレイヤーさんの、ね、やつもこうやって見えるんですよね。私の名前がフォールガイ1606なんですけど、これもねパソコン版だとこういうね割り振ったナンバーしか付けれないんですよね。名前が勝手についてて、なんかね囚人番号みたいなんですけど、プレイステーション版は自分の設定したニックネームがちゃんと表示されます。次のゲームなんでしょうかね。あ、これはねチーム戦ですね。チーム戦で卵を自分のカラーの陣地に持ってきて、その数を競うやつで、黄色い卵が5ポイント、私は青チームですね。だから青チームに卵を掴んで運ぶっていうのが、はい、あんなところにおるね、嫌なやつがおるな、嫌なやつが、これ嫌なやつがおるわ。まあでもちょっと味方に任して、こう掴むのは別のボタンがあるんですよ。私全然貢献してないけど、今多いのがさっき赤のやつが嫌なやつおったから、こっからなるほど、手離したらあかんのですね。どうもどうも、手を離したらいけない。青がね今もう28個じゃないですか。だからこれはね赤を減らすんでいいと思います。相手の陣地あんまりね、私このゲームもねよく分かってないんですけど、ここね出してやればいいんですよね、きっと。こっから、まあ、作戦が必要ですよね、これもチームで。あと3秒、これはもう勝ち確定ですね。そのチームの全員が生き残れるっていうことになります。はい、1606は私で、青と黄色のチームが生き残りました。さっきの名前なんですけども、まあ、なんでパソコン版がこういうね番号の名前になっちゃうかっていうと、どうもね世界で、まあ、人種差別とかいろいろあるじゃないですか。そういうね差別的な言葉を名前につけた方々がいたみたいで、運営側がねそうしたらしいですよ。はい、これはねタイルの上を飛んで向こうに行けばいいんですけれども、前列でもあんまり意味がないんですよ。というのが、乗ったら落ちるタイルっていうのがねあるんですね。で、その乗ったら落ちるタイルはわからないので、あ、落ちた、何もないのに落ちてるっていうね。これもしかして滑ったりすんのかな。
起きた。あんまり話されたらきついですね。先に行ってる人たちについていかないといけない。はい、これ負けちゃったんで、もう出口から出ます。おそらくね、日本語版もまあ近々出るやろうし、出るというかね、日本語に変換できるようにはなると思います。あとそれから Xbox One っていうのかな、それと任天堂スイッチにもね、おそらくね、まあ人気やからそういうゲームができると思うんですけど、でゲーム自体は25個かな、ミニゲームがあって、それはね、こういう風にマッチングしてから何のゲームがスタートするかわからないんですよ。なんか結構私ね、今日やりだして2日目なんですけど、偏りがあるかな、うん、スピンレースとか、あとはぐるぐるファイト、シーソーがいっぱい出てきた。あと、ドアダッシュか、ドアダッシュとクラッシュゲート、ゲートクラッシュ、それが多かったように思いますね。私なんかまだチーム戦のやつがあんまり出てこないかな。プレイステーション版とパソコン版と、まあ、友達同士でねいたら、まあ、クロスプレイというかね、一緒にはまだ今のところはできないみたいなんですけど、友達同士プレイステーション両方とも使ってたらね、チームを組めたりとかしてできるみたいですよ。そうなると協力したりしやすいし、やりやすいですね。はい、次ね、またねシーソーが出てきました。これがね、最後が私ちょっと難関、どうしても詰まるところがあるんで、黄色と赤の2枚、黄色と赤じゃないわ、黄色と青が2列になってるところが私のウィークポイントですね。はい、真ん中列、センター付近から。横のホットドッグ超かわいいな。ホットドッグはね、やっぱり、あ、何早速落ちてるし、ジャンプ。ホットドッグはね、強くならないといけないみたいです。いけないっていうか、報酬落ちるね、こうやってほら落ちちゃうから。まあでもまだたくさん落ちてる人いるから、まだまだねいけるとは思いますよ。まだまだね、中盤あたりからね、私は厳しいんですよ。わかんないから。こういう時は、まあ、強い方、あ、落ちた。強い方の後についていきたいけど、まあそもそも誰が強いかっていうのはね、わかんないから。落ちる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 。この辺りで乗って頑張れ頑張れ、えいで、まだ難関ありますよね。はい、頑張れ。ここは一気に駆け抜けた方が良かったんかなと思いますね。ここまで行ったら多分よいしょ、ほら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 、よいしょ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 。今11人、遅い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 、これ何、私遅いね、どんくさい。20人、クリアできた。いや、これ久しぶりちゃおうかな、クリアできたの。はい、緑のしましまちゃん、スイカちゃん頑張れ。スイカちゃんにちょっと注目、スイカちゃん落ちた。スイカちゃん頑張れ、スイカちゃん頑張れ、よしよしよし。これね、見る人をね、視点変えれるんですよ。ちょっと変えてみましょうか。はい、この左下にカチカチ、オオカミさん、オオカミさんたち、あー頑張れ頑張れ、視点をね変えれる自分がクリアしたらね、他の人応援してあげたいですよね。はい、これは50人のうちやったっけかな、37人、
クリアしました。すごい手汗手汗がすごいな。これ次のゲームなんでしょうか。ミニゲーム、あ、ロールアウト、これがね私めっちゃ苦手で、クリアできたことがおそらく1回しかないかな。これはねどういうゲームやったかというと15人落ちるまでやるのかな。で私平行感覚がないんやと思うんですけども、あの自分がねどこにいるん、あすでに落ちてますよね。いやもう4人、最初の4人に落ちるっていうのがね。じゃあちょっとこれも見学しましょうか。鳥さん、あ鳥さん多いね。あこのボクサーちゃん応援しましょうか。ボクサーちゃんは、ボクサーちゃんうまい。あれボクサーちゃんどこ行った。うんうんうん、これ距離が長いところにいたら、穴が開いてないところにいたら結構安息ですよね。ボクサーちゃん残ってましたね。はい、私は落ちちゃいました。じゃ次のゲーム、あなんかねコスチュームゲットしたみたいですよ。履いてみる。あハンバーガーにパンツ履いてる状態になりましたね。まあ、こうやってねあのちょっとだけ自分の個性出せるのも楽しいですよね。なんか優勝したらもらえる特別なコスチュームもあったりして、そういうの着てたら目立つと思う。あの人すごいんやなって感じで。ドアラッシュとか、うん、クラッシュゲートとかちょっと簡単なやつ出てこへんかな。またシーソーですね。シーソーさっきクリアできたから連続してクリアしてみたい。まあ、無理はしないこと。2列目からスタートです。あ、落ちた。知らん間に落ちるね。いや、いけんいけん。なんで？落ちる落ちる、頑張れ頑張れ。頑張れ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 。なんか前の人すごい傾いてるけど大丈夫。あ落ちる落ちるな。また落ちてるし。こうやってねあのジャンプとダイブで2つあるんですね。でダイブは滑り落ちにくいらしいです。なので傾きがひどかったらダイブがいいらしいですね。あっとっとっとと落ちろ落ちろ。やばいやばい。はい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 。ちょっと待ってちょっと待ってこの人数の多さよ。みんなチャレンジャーやな。用意感用意感。どうやっていくの、あの次のところに。すっごい傾いてんねんけど。みんなあそこ行ってるけどな。ああほらほらこうなるし絶対。絶対言うわけでもないけど。あー危ない危ない危ない。落ちる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 で落ちるで落ちるで。いやいや落ちる。ちょっとこう掴んでくる人おるんですよ。いや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 落ちる落ちる。ちょっと待って、飛び移れない。出ない出ない。なんでこっちはもう絶望的なんかな。こっちの板は。あ、いけた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 。ほんでほんでほんで
だいぶ、あー落ちる落ちる。いや、せっかく行けたけど、ペンギンさん、じゃあペリカンさんか、頑張っていこう。あ、行けた行けた、なんかようわからんけど、あー落ちる、頑張れ頑張れ頑張れ、あ落ちたくない、落ちた、いや、あかん、これ難しい。はい、今日はね、ヘッドホンの紹介しました。よかったらゲームチャンネルの方も見てください。ヘッドホンの詳細は概要欄チェックしてね。バイバーイ。